放っておきなさいよ。そのうち諦めて帰ってくるわ。でも待てー、橘さん、どうしたんだろう、橘さん、誰か早く来て。どうしてこんなところに死体が。そんなこと私が聞きたいわよ。見たところここの従業員というわけではなさそうね。どうしてこんなところに入ったのかしら。立花さん、あんまりその辺のものは触らない方がいいよ。現場の状態は維持しておかないと。それより早く警察を呼ばなきゃ。分かったわよ。あそこに落ちているの、もしかしてこの人のリュックじゃない？分かった。きっとこの人も私と一緒で猿にそのリュックを奪われたんだわ。それでここまで追いかけたけれど、このゴツゴツした石につまずいて転んだのよ。そうよ、そうに。あれ、ちょっと待って、これってちょっと待ってよ。彼まであのメンバーの仲間ってこと？それに M の頭文字がつくのはあのメンバーの中でミヤビだけじゃないか。その携帯、電源は入るのかしら。どうだろう。液晶画面の文字は消えてるし、もしかしたら壊れてるかも。ただポケットから落ちたというよりは叩きつけたみたいな壊れ方ね。ということはわざと壊した。ご連絡ありがとうございます。あ、美和子さん。あの、遺体を最初に発見されたのはどなたでしょうか。私です。
あら、宮子様でしたか。ええ、そうよ。あの、一つお聞きしてもよろしいでしょうか。あそこは関係者以外立ち入り禁止の区域なのですが、宮子様はどうしてあの場所へ？私のポテトチップを猿が持って行っちゃったの。それでその猿を追いかけてたら偶然あの場所に出ちゃったのよ。あ、ちょっと失礼しますね。もう少しお聞きしたいことがあるので、しばらくお待ちください。あの人に話した方がいいんじゃないかしら。あのストラップのこと。そうだね。すみません、お待たせして。あの、皆さん、ちょっとこれを見てもらえませんか？え？何ですか、これ？彼は爆弾犯行グループの一員ってことかしら。でもちょっと待ってよ、一人多いじゃない。すみません、美和子さん。彼が持っていた携帯を見せてほしいんですけど。遺留品を見たいのですか？お願い、美和子さん。はい、すぐにお持ちいたします。このストラップ、どこか変だと思わない？そう？特に変わったところはないと思うけれど。立花さんはどう？さあ、よくわからないわ。彼はこの遺書を残して自殺したのでしょうか。でもなぜここで。ねえ、桃井くん、あなたは自殺だと思う？僕は多山。
をわざわざ相手に知らせることはないわ。わかったよ。彼の本名とかそういう手がかりは何かありましたか？はい、リュックの中に彼の財布が入ってました。ただ所持金を抜き取られたような痕跡はなく、レンタルショップのカードの裏に秋田亮介と彼の本名と思われる名前が記名されていました。詳しいことは今調べている最中です。秋田亮介、美和子さん、あと一つだけ教えてほしいんですけど、彼の死亡推定時刻は分かりますか？はい、正確な時間はまだ出せませんが、今日の朝9時から10時の間だと思われます。そうですか、じゃああとは警察の方に任せます。頑張ってくださいね。はい、精一杯頑張らせていただきます。さっきの死体なんだけど、やっぱり私は他殺だと思うの。それとリュックと携帯、この2つの落ちていた場所がやっぱり引っかかるわ。なぜ彼はリュックを背負ったまま飛び降りなかったのかしら。あの現場の様子から見ると、どう考えても彼とリュックと携帯が別々に落ちていったように見えるわ。あれ？誰からだろう？ナオトさんから？ちょうどよかった。今回の事件について聞いてみようよ。そんなことしなくても犯人は捕まえられるわよ。わがまま言うのはやめなさいよ。より多くの人間の目で事件を見ることは有効な事件解決の手段だわ。あんなこととかこんなこととか。あなたなかなかいい顔をしているわ。ちょっとしのぶさん。あなたは今日一緒にここへ来る約束をしていた桜田しのぶです。ああ、みやこさんのお友達ですね。お友達？まあいいわ。それより聞きたいことがあるの。みやこさんは？彼女は今ちょっと手が離せないの。そうですか。あ、その事件は美和子さんから聞きました。そうですね、最初に殺されたのは秋田という少年。その後にオフ会のメンバーが集合し、シルバーが殺された。5
5人だと思っていたメンバーが6人になって混乱するかもしれませんが、こう考えれば簡単です。誰かが秋田少年を殺し、メンバーの中に潜り込んだんです。チャットの内容はメンバー以外知る方法はないと彼らは言っているようですが、インターネット上にあるもので絶対に誰からも見られることのない領域というのはありません。つまりハッキングにより今日その場所でオフ会があることを知った外部の人間がチャットのメンバーになりすまして合流することを思いついた。そういうことです。ハッキング、本来ならセキュリティなどによって部外者には見えないようになっている領域に何らかの方法で侵入することよ。ああ、それと美和子さんから聞いた話ではゴーストラビリンスでしたっけ、そこで発見されたシルバーという少年の遺体が2枚のカードを手に持っていたそうですね。ええ、そうよ。皆さんすでにお気づきだと思いますが、それらはおそらくダイイングメッセージでしょう。しかも2枚とも手にしていることに意味があるような気がします。ありがとう、ナオトさん、とても参考になったわ。それで宮子さんは、さっきジュースを買いに行くと言って走って行ったわ。自販機は遠くにしかないからしばらく帰ってこないんじゃないかしら。もうこんな時に一人でどこか行っちゃうなんて危ないじゃないですか。それはそうなんだけど、犯人に狙われる危険だってあるんですから、なるべくみんなで固まって行動してください。ちゃんと宮子さんに言っておいてくださいよ。何が起きるか分かりませんから、とにかく単独行動だけは慎むようにって。本当は美和子さんと一緒にいればいいんですが、ああ、こんな大事な時に僕がそばにいてあげられないなんて、どうかどうか。ちょっとかわいそうなんじゃないかな、せっかくかけてきたのに。全然そんなことないわよ。それより事件を整理してみた方がいいわ。そうね、少しだけ全貌が見えてきた感じね。桃井くん、あなた入り口でみやびというチャットのメンバーに間違われたわよね。うん。彼らは他のチャットメンバーの外見、特徴を全く知らなかったってことよ。つまりチャットで会話した内容さえ知っていれば誰でもメンバーの一員であるふりができた、そういうことになるわ。ナオトさんの言う仮説が正しければ、チャットの内容を知った外部の人間が秋田という少年を殺害し、その後犯人は彼になりすましてメンバーと合流し、そしてシルバーを殺した。わかった、やっぱりみやびたちは爆弾犯行グループなのよ。それを知った犯人はグループのメンバーになりすまして彼らを一人ずつ殺していくことを思いついたんだわ。なかなかいい推理だわ。だけど動機がわからないわね。1ヶ月前に爆破された公園に何か思い入れがあったとか、そんなの犯人に聞いてみないとわからないけど何かあるのよ。そうね。そして秋田という少年が持っていた M のストラップ、もし秋田という少年が本当の雅だったとしたら、
こっちとこっちが別人だって言われてもこんな派手な仮面つけてたらわかんないよな。そうだ、きっとそうだったんだよ。な、何？どうしたの？やっとわかったんだよ、シルバーが手に持っていたカードの意味が。本当？あれはザップのことを言ってるわけでも橘さんのことを言ってるわけでもなかったんだよ。シルバーはメンバーの中にメンバーの仮面をかぶった部外者が入っているってことを言いたかったんだよ。そっか、なるほど。あ、私もそうじゃないかと思っていたのよ。だとするとシルバーはなぜミヤビが偽物だということに気づいたのかしら。他のメンバーは全然気がついてなかったみたいじゃない？あ、そういえば。今度は何？シルバーは死ぬ前に僕のところに来てみんなが撮った画像を見せてほしいって言ってたんだ。これがミヤビの撮った写真。どこも変なとこはないような気がするけど。これがシルバーの撮った写真。シルバー本人が撮った写真を見て意味があるの？そしてこれがカイさんの撮った写真。他のメンバーがいいって言ってたやつね。で、これがザップの写真。大抵ね。そしてこれがヤマトさんの撮った写真。これで全部だ。どうしてそうまでして紛れ込む必要があったんだろう。やっぱり何かの復讐かもしれないわね。もしくはただの遊びか。ハッキングするような人ならその可能性もあるわ。でも、もし爆弾犯行グループを恨んでの犯行だとすると残りの3人が危ないわ。あれ、ヤマトさんだけ？他のみんなは？どうしたの？そんなに慌てて。ヤマトさん、正直に話してほしいことがあるんだ。なんなのよ、一体。1ヶ月前に起きた公園の爆破事件を起こしたのは君たちなんだよね。落ち着いて聞いてほしい。さっき園内でまた一人僕らと同年代の少年が遺体で発見されたんだ。遺体の少年は君たちと同じ携帯ストラップを持っていたんだ。そしてそばに落ちていたリュックには彼の遺書が入っていた。公園の事件、君たちがやったんだね。ヤマトさん、シルバーが死んだ時からいつかバレるんじゃないかと思ってた。本当にあなたたちがやったの？
だけど、その彼は一体誰なの？だっておかしいじゃない。私たちは5人ちゃんと集まっているのよ。あなたたちの中にハッカーが紛れ込んでいたのよ。ハッカーが？さっき見つかった遺体の少年が持っていた携帯ストラップのアルファベットは M。 M？ じゃあもしかしてあのミヤビは？彼だけ遅れて合流したことを考えても偽物の可能性が高いわね。そんな、なんでそんなことを？復讐なのかもしれない。復讐？公園を爆破した私たちに？あなたも狙われている可能性があるわ。ミヤビはどこ？警察の人に園内から出なければここにいなくても構わないって言われて、ミヤビはどっかに行っちゃったわ。ザップとカイも探しましょう。一体どこに行ったのよ。あ、メールで呼び出してみれば。そうよ、めぐるくんメンバー全員のメアド知ってるんじゃない。これで本当に来てくれるかしら。わからない。これでダメならあとは警察の人に頼むしかないよ。ザップ！なんやねん、重要な話っちゅうのは。よかった、メール届いたんだね。それは、そんなアホな。もしかして僕も殺されるん？ただ計画を練っただけで僕は何もしてへんのに。公園の爆破を実行したのはミヤビとカイやんか。その1ヶ月前の事件について詳しく聞かせてもらえるかしら。一つだけ言うとくけど、僕らはもともとあんな事件を起こすために集まったわけやないで。ただカイが自分は爆弾を作る能力があるって言い出しよって、それを聞いたミヤビが、じゃあ自分がどこかに仕掛けるって。ちょっと待って、その時カイとミヤビは直接顔を合わせたの？あの公園の近くに駅があんねん。カイはそのロッカーの中に爆弾を入れて鍵を打ち合わせの場所に隠したんや。それをミヤビが拾ってロッカーから爆弾を取り出して、どこに仕掛けたかは爆発してからのお楽しみっちゅうて教えてもらえんかったけどな。僕たちが爆弾を仕掛けたことは認めるわ。せやけどなんでそんなことで殺されなあかんねん。ただちょっと公園が燃えただけやんか。何言ってるの？
そりゃあシルバーとあの秋田という少年を殺したことは許されることではないわ。だけどあなたたちがしたことだって立派な犯罪よ。人が死ななきゃ何でもやっていいと思ってるの？ザップ、ミヤビがまだ見つかってないんだ。もし今回の事件が君たち犯行グループを狙ったものだとすると、君も危ない。事務所にはヤマトさんもいるし、警察のそばにいた方が。大丈夫かな、僕が送っていった方が。平気よ、いくらなんでも人気の多い場所で突然襲ったりはしないはずよ。